どうもこんにちは、マイクラやってるかい？私の友人にパチンカスがいるんだよ。まあそいつはずっとパチンコ屋にいた。アルバイトもしょっちゅう休んでいたからな。さすがに注意したことがあった。おい、さすがにバイト行かないと生活費とかやばいだろ。するとそいつは得意げな顔でこう言った。勝てばいいんだよ。はい、もう知らないです。マジで喫水のギャンブラーやな。はい、今日は変化する危険なモブよ。変化するモブで危険と言ったらやっぱりこいつよ。大電クリーパー。こいつはマジで危険。クリーパーに雷が当たると、青いオーラのようなものをまとったクリーパーになる。これが大電クリーパーだぜ。まま知っている人多いかな？何が怖いって、そもそも威力が通常のクリーパーの2倍になっているところだな。ちなみに TNT よりも 50% も威力が高い。いやえぐ、クリーパーが地上で爆発すると、せいぜい土をえぐるくらいだが、大電クリーパーは石までえぐっちゃうな。それほど威力が高い。後ろから近づいて土管した時は多分高確率で死ぬし、建築物も致命的なダメージを受けると思う。レベルアップした匠っていうわけで日本では、巨匠って呼ばれたりもしている。なんということをしてくれたのでしょう。威力が強い？だったら見かけ次第倒さなきゃ？って思う人もいるかもしれん。でもちょっと待って、実は大電クリーパーってすごい重要な役割があるんだよ。大電クリーパーがいたら、ゾンビやスケルトン、ウィザースケルトン、他のクリーパーを近くに連れてきてみよう。近くに来たら、大電クリーパーをドカン、連れてきたモブもろとも大爆発させるんだ。すると、該当のモブの頭がドロップアイテムとして落ちるはず？そう、モブの頭を入手するには大電クリーパーが必要なんだ。ただまあ、とにかく扱い注意だな。間違っても死なないように。海や川では絶対に出てくるゾンビの亜種、ドラウンド。こいつも変身する敵モブだぜ。こいつが危険かどうかと言われると、危険ではないが、紹介しておくぜ。もちろんドラウンド単体で湧いてくるようになっているんだが、ゾンビを水に浸してしばらくすると、ドラウンドになるんだ。まあ要するにふやけるってことだな。あ、それは違うか。ゾンビがドラウンドに変化しても、強くなったり移動速度が上がったりすることはない。泳いで攻撃するようになるって感じだな。ちなみに村人ゾンビを水に浸してもドラウンドにはならんからね。ただびちゃびちゃになるだけ。でも、ハスクの場合は違うんだよ。ハスクを水に浸すと、まず普通のゾンビになって、そのままずっと水に浸していると、なんとドラウンドになっちまうんだな。ハスクとゾンビ、ドラウンドの違いって、水分なんかね？知らんけど。で、ドラウンドからゾンビに戻すのはできないから注意ね。もしかしたら今後のアップデートで、ドラウンドを捕まえて天日干しにするとゾンビになるかもしれないけどね。それはないか。あと、ドラウンドって唯一トライデントを入手することができるモブだからね。トライデントを持っているドラウンドは、どこにしまっているんだよってぐらい、めっちゃブンブン投げてくるし、そもそもトライデントがでかいから持っていれば一目瞭然だな。トライデントは激流のエンチャントをつけたり、中性のエンチャントをつけたり、使い道はあるから持っておいて損はない。だからトライデントを持っているドラウンドがいたら、倒してもらっちまおう。ストレイってモブはスケルトンの亜種だな。表現バイオームで見かけるが、こいつも変身するモブなんだ。スケルトンを粉雪ブロックの中に閉じ込めて7秒くらい経つと震え出して、さらに15秒経過するとストレイになるんだよ。名前と見た目が違うだけで生態はほとんどスケルトンと変わらない。ストレイの音はスケルトンと同じ音なんだが、エコーがかかったような感じになっているぜ。正直こいつも危険なのかどうかと言われるとそうでもないが、一番の脅威として、ストレイは鈍化の矢っていう、移動速度を低下する矢を持っているんだわ。だから表現バイオームをふらふら歩いていたら、急に矢が刺さって動きが遅くなるからびっくりするで、まあ移動速度が下がってほんの少しダメージを受けるだけだから、ものすごい脅威ってわけではないな。腐った体に骨がむき出しになった気持ち悪いゾグリン。こいつも変化するモブになっているぜ。ネザーにいるホグリンをオーバーワールドに引っ張り出して、しばらくするとゾグリンになるってこと。あ、ちなみにジ、エンドに行ってもゾグリンになっちゃうらしいぞ。もともとホグリンは溶岩や火のダメージを受けるんだけど、ゾグリンになっちゃうと、なぜか火炎耐性を獲得しちゃうんだわ。なんでやろな。そしてこいつの厄介なところが、周囲のほとんどのモブを攻撃するところなんだよ。ネザーにいるモブだろうがオーバーワールドにいるモブだろうが、同じホグリンだろうがお構いなしにな。もうあれやん。ちょっと目が合っただけで喧嘩吹っかけてくるヤンキーやないかい。あ、でもクリーパーには攻撃は絶対にしないみたい。さすが匠や、他者を寄せ付けない風格があるってわけだな。ゾグリンに攻撃された時は、プレイヤーやモブはめちゃくちゃノックバックされる。これは盾で防いでも変わらねえんだわ。さらに、通常のホグリンが逃げるはずの歪んだキノコから逃げないんだ。ホグリンの弱点を完全に克服してんな子や、ピグリンたちもね、敵対していない限りゾグリンから逃げるんだってよ。それほどゾグリンは危険ってわけ。もしネザーゲートからホグリンが出てきて、ゾグリンになったら、なるべくすぐに倒した方がいい。下手したら羊とか牛といった家畜も皆殺しにされちゃうかも。ゾンビピグリンも腐った体に骨がむき出しになった。グロテスクな見た目をしているぜ。こいつもピグリンから変身するようになっていてな。
ネザーからピグリンが出てきて一定時間が経過すると、ゾンビピグリンになっちゃうってわけ。ちなみにピグリンとは別個体であるピグリンブルーとも、オーバーワールドに来ると同じくゾンビピグリンの仲間になっちゃう。ゾグリンは完全なる敵対モブだったけど、ゾンビピグリンに至っては中立モブになっているよ。で、一応ネザーにもスポーンするようになっていて、さらにネザーポータルからスポーンすることもある。だから探していれば結構ポンポンはいているんだわ。子供ゾンビピグリンもスポーンするんだけど、かなりの低確率でチキンジョッキーとしてもスポーンするんだ。見つけたらラッキーだぞ。ゾンビピグリンはみんな金の剣を持った状態でスポーンして、難易度によってはエンチャントが付与されているぞ。倒したらエンチャント付きの金の剣が手に入るからラッキーだな。ほんで、中立モブなだけあって、通常は攻撃してこない。だけど、プレイヤーが一体のゾンビピグリンを攻撃したら、周りのゾンビピグリンは一斉に襲いかかってくる。ここは通常のピグリンと生態は同じってわけだな。でも、仲間が一撃死したら襲ってこないんだわ。死んだらいいのかい？ゾグリンほど危険ではないけど、いろんなところにポンポンはいてくるから紹介したぜ。ヒアーズ、ジャニー、おっと失礼。シャイニングのあの名セリフを言っちゃったぜ。マインクラフトで名札に、ジャニー、と名付けて、それをブインディケーターにつけると、斧を振り回して殺戮の限りを尽くすぜ。キャッハーって感じにな。このネタはまあいろんな動画で取り上げられているから、みんなも知っているはず。クリエイティブモードでそれを試すならいいが、サバイバルモードでそれを試すともう大変よ。羊とか牛という家畜をすべて惨殺されるし、村人も一人残らず殺して回る。しまいにはプレイヤーにも永遠に攻撃してくるからな。ジャニーって名前をつけた途端殺されて、ベッドにスポーンしても、またジャニーに殺されて、またベッドにスポーンしてもジャニーに殺されて、こういう死の無限ループになる可能性だってないわけじゃない。かなり危険ってわけではないが十分に危険だから、ブインディケーターにジャニーって名前をつける際は、とにかく注意しよう。なんならジャニーって名前をつけてもいいことないから、そもそもやらないようにしようか。それかシャイニング見る。あの映画マジで面白いから、冒頭のシーンと固まらんのよ。ごめんごめん関係ない話になっちゃったわ。村人。村人はハーハー言っているでやんすねー。みんな大好き村人もね、変身しちゃうキャラなんだわ。方法は簡単でね、大電クリーパーと同じように、雷を食らうと一気になっちゃうんだ。どこからともなくポーションを取り出して攻撃してくるぜ。いつ持ってたんだよ。毒のスプラッシュポーションとか投げてくると厄介だな。他にもいろんなスプラッシュポーションをぶん投げてくるから、村人がウィッチになっちまったらすぐに倒した方がいいかもしれんぞ。ウィッチになったらもう助けられない。楽にしてあげよう。あと村人がウィッチになることで周囲の村人たちにも、被害が及んじゃう可能性も十分にあるからね。村人は交易をするのに大事な存在だから、被害を出さないためにも、ウィッチになったらすぐに倒そう。豚野郎。あーごめんごめん悪口とかじゃないんだよ。豚ね豚？豚っているじゃん。豚ちゃんも変身しちゃうかわいそうなモブなんだよ。雷が当たると、ゾンビピグリンになっちゃうの。かわいそう。多分これはあれだな。雷に撃たれてゾンビピグリンになった途端自我を獲得して。誰が埋めと頼んだ？誰が作ってくれと願った？っていうかもな。いやそれ棒幻のポケモンだし。まあね、豚がゾンビピグリンになるのがすごく危険ってわけではないんだけど、考えてみー。牧場で大切に育てていた豚のところに、ある日突然雷が落ちてきて、全員ゾンビピグリンになっちまうんだよ。怖いやん。というわけでね、豚ちゃんはなるべく屋根がある場所で飼育しよう。村人に関してはさっきも紹介したな。村人に雷が当たると一気になっちゃうって。でもさ、村人ってもっと別なやつに変身しちゃうよな。みんなもわかるはず。村人ゾンビだよ。村人がゾンビにやられちゃうと、急に体が緑色に変色して、ゾンビになっちゃうだろ。村人ゾンビ自体は危険ではないけど、攻撃していた村人がゾンビになっちゃうわけだから、攻撃相手を失うという点では危険かな。でも、村人ゾンビは治すことが可能だからな。弱化のスプラッシュポーションをぶつけて、金リンゴを食べさせる。そしたらものすごい音が鳴って村人に戻るぜ。村人に戻したら攻撃内容が安くなるっていうおまけ付き。だからみんなただただ村人に直すんじゃなくて、攻撃内容を安くするためにやっているはずよ。もし、いい取引相手だった村人がゾンビになっても諦めないで、材料を集めて治療してみよう。またまた村人になるんですがね。みんな、村人はいじめてねえかい？攻撃内容が良くないからって村人を殴ったり、無職だからといって剣で切ったりしてねえかい？やっていないならそれでいい。もし、やっているなら大変な目に遭うぞ。村人を攻撃したら、爆発のパーティクルが出て、大きく口を開けた顔がでかい村人に変身しちまうんだ。こうなるともう大変。顔がでかくなった村人は暴れ回って、プレイヤーはもちろん、周囲の村人にも襲いかかってしまうんだ。攻撃力はめちゃくちゃ高いし、倒すことなんてできない。底辺だ底辺だ。これは村人の怒りが蓄積されて、爆発するとこうなっちまうんだ。こうなったらもう、村人の慰み者になるしかない。というのは冗談でして、これはデータパックなんだわ。カースドビレッジャーズっていうデータパックでね、和訳すると、呪われた村人。何それ怖い。このデータパックを入れた後に村人を攻撃すると、顔が巨大化して歯を剥き出しにして襲いかかるようになるんだな。移動速度は速いし攻撃力も高いしでもうすごい強いモブになるんだよ。その際に村人を食ってしまうんだけどね、頭だけを残すんだわ。怖すぎるだろ。
ちなみにこれ子供村人にやっても同じ状態になるからな。しかも子供村人が弱いってわけじゃない。どれぐらい強いかっていうと、怠慢じゃ勝てないぐらいかな。じゃあどうすればいいか？エメラルドブロックを使うんだ。かなりリスキーだが、怒った村人の目の前にエメラルドブロックを落とすんだ。すると、ドカーンって爆発音が鳴って普通の村人に戻るぜ。おまけに周囲には大量のエメラルドブロックだらけに、多少周囲はめちゃくちゃになるけどしょうがないですわ。だからね、村人を大切に思ってない人は、一旦このデータパックを入れてマインクラフトをプレイしてみよう。めちゃくちゃ痛い目を見て村人を思いやるようになるはずよ。はい、今日はここまでよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。